いらっしゃいませご主人様。いらっしゃいませご主人様。あ、いらっしゃいご主人様。いらっしゃい、久しぶり。ご主人様はご主人様ですか。はい。あ、よりさん雰囲気変わりました。あ、気づきますか。両目出ましたね。はい、出ちゃいました。ありがとうございます。これでもっとみんなのことをいっぱい見れます。今日の服もまさにですけど、なんかね、今日のテーマのメイドっぽいですよね。はい、そういう感じでイメージしてフリフリ多めです。どうですか。いや、可愛いですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかでも脇とか結構空いてるんですか。そこ気になるんですか。ここが涼しくなっていて、夏でも冬はこうやって閉じて。なるほど、以前クールビズっておっしゃったのは踏襲されてるんです。あ、よく覚えてらっしゃいますね。こういう感じなんですか、今の女子高生というの、うん、いや、こんな感じにしてたらもう高速違反でもめっちゃ親呼び出しですね。いや、確かにね。何がですか、なんでだろう。イヤリングが一番ちょっとけしからん。ちょっとダメ。確かにスイートブールしてる。確かにね。クールビズです。クールビズね、いいように言うとね。前回の前の衣装もクールビズだったんですけど、今回も結構実は背中も空いてたりするんですよ。この収録でやってみたいこととかってあります。小峠教官とよりは仲を縮めたいので、小峠教官のことをこっそりとエイジさんって呼ぶのと、よりはイオリンって呼んでほしいのを目標にガリベンガー V 収録させていただいてます。後半はハードル高そうですね。なんかなかなか呼んでくれないんですよね。ツンデレなんですか、小峠さんは。イオリちゃんも元気ですか。はい、めっちゃ元気です。教官がなんか一時期イオリンって呼んでくれた時もあったんですけど、最近またイオリちゃんに戻ったからより寂しいな。イオリのがイオリのがいいの。イオリの方がいいですよ。あなた名字あんだっけ。ヤマトです。ヤマト。はい、じゃあヤマさんにしようか。やだ遠くなっちゃった。いいから、ヤマさん、ヤマさんだね。やだやだ。うん、諦めませんイオリは。はい、じゃあチャレンジャーイオリスタジオに向かいましょうか。はい、頑張ります。はい、ではじゃあこちらになります。はい、お願いします。バイキングの小峠です。今日の動画いかがでした。面白かった。それならぜひチャンネル登録と高評価お願いします。これからも平日毎日22時からプレミアム公開行っていきますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。